ご視聴ありがとうございます。ハレルヤホープスの斉藤です。ご視聴ありがとうございます。同じくハレルヤホープスの宇都宮匠です。今回は、ホープスの僕たちが、スタンダードで対戦する様子をお届けしたいと思います。よろしくお願いします。ホープスに入ったきっかけっていうのは、昔スーパーサンデーシリーズというのがありまして、一回勝ったことがありまして、まあ、それがたまたま、たまたまちょっと最後の大会だったので、例年だと、その翌年のスーパーサンデーシリーズの本戦に招待していただけたんですけど、最後で何も、もらえませんでしたって、なんか特例で、次のプロツアーに招待していただきまして、10勝6敗ぐらい、まあまあ。成績で、まあ、ちょっとシルバーとかを目指せるなっていうぐらいになったので、でそのタイミングで友春さんから、お声掛けいただいたっていうところです。なるほど、まあ、一方の僕はでいうと PK の権利を取った状態でそのハレリアさんの合宿に呼んでいただく機会があって、まあその時の、まあ、話の流れって言ってあれですけど、それで、まあ、入らせていただくことが、競技を目指していくプレイヤーたちにとって結構目標になるべき存在として、やっぱりプロツアーっていう、まあ今ですとミジックチャンピオンシップが一つの、まあ、契機という感じになってると思うので、まあ、ミジックチャンピオンシップを目指してやっていってもらいたいみたいな感じですかね。そろそろ対戦の方を始めていきますか。はい。はい、そうしましょう。はい。では、よろしくお願いします。というところはあれの、まあ、キープしない理由にはならないと思うので、これをキープします。こいつの色とかがかなり不安なので、ちょっと難しいんですけど、マリガンしようと思います。こっちね、そんなに良くないんですけど、まあ、色が揃っているので、キープします。はい、はい、じゃあ先手で下にしました。はい、お願いします。スピンで終わりです。スタートは、はい、タップインしておしまい。はい、ショップインで18、はい、はい、タップインして終わります。アンカってアンカってからどうでしょう。はい、すごいですね、まあ、とはいえ、はい、送信で倒して、はい、おしまいです。はい、セッパーで、はい、どうしますどうしてマニックス、はい、しました。はい、いきます。はい、いきます。はい、じゃあ、はい、で、どうします。 CMR で、ジムの身は発見してターンパーします。はい、じゃあ、セット、はい、マニックスを使います。はい、白い で、で、プラスします、はい、でエンドまで行って、はい、2枚起こして終わりです。はい、ナーセットにあって誘発しました。はい、最近ちょっとスペルピアスをこうやってケアするで、サンマだから、時をほぐすのディレイを返します。はい、出ます。これプラスノーマンを使いました。はい、で、サンマだから、
業務スペースで、はい、お札少女2枚と少女2枚ブラスカーで、ブラスカーブラスカー、はい、で、これはデッカーを変しました、はい、で、ここに2枚をしてはいです、はい、で、マイナス3モールを使って自分のレンジャーを持ちます、はい、で、ドロー、はい、はい、それで、まあ、1で死んで、2で死んで、3で死んで、はい、これで完成です。シャークルを発表しておしまいです。じゃあ、はい、エビのマイナスで、マイナスで、エビを刺しましょう。はい、戻りました。はい、戻りました。で、ショックインします。はい、はい、19で、リリアンが出します。プラスで、A プラス、はい、ゾンビが、ゾンビが出て、終わりです。うん、タミンですね。はいはい、この新カードでね、4枚掘りながら、まあ、子宮を拾っていくということができます。非常にキーパーツなんですね。で、プラスします。で、指定が戦慄中の指揮、はい、大事ですね、はい、そのままエレテリーをプラスします。はい、で、ショペン、はい、人道にはショペンで16になっていって、非正規のゲームじゃないと、はい、で、1回目で手札に入って2回目一応すごいめくって、うん、で、これでおしまいです。はい、しくなってきた。テリーマイナスで使い捨てる。はい、中身量が割り戻ります。2枚目、前プラスします。今プラスしました。先行でプテリプテリました。プテリは3ブロックしてドロップ、はい、はい、準備で、ユニアタイヤをドロップします。錠剤型能力はどれも強くて、ユニアのユニアのプラスをして、もう一度ドロップ、はい、2枚残して終わりです。いかねかな。ここでシフトダイブ、シフトダイブ、まあ、落としてしまって落とします。お、やったか、引いてしまったな。なぜヘリで落としたのかな。16で下手くそだったか。戦慄中の指揮をプレイします。はい、ドキドキカフチャー当たりします。はい、で、戦場で全部出てきて、なんと15点失います。15点ライフが1位、残り1位ですね。はい、からの、はい、ゲータイムレンジャーの探検が開始です、はい、で、1回目、はい、まとめました。で、2回目、はい、いらないので落としました。で、はい、それぞれ2回ずつ誘発しました、はい、それでライトが19、大量に釣りながらも実質ただみたいなのが、うん、まあ、このデッキの魅力の一つ。神を、マイナス3の能力を使い、はい、で、墓地は戦慄中にして、これを回収、はい、実質無限。いや、これがきつい。で、ショットアップしておしまいです。消えてしまったら、これはこれでね、まあ、動かないんで、あ、死んじゃったり、おっつって、これは違うんですね。これはちょっと違うんですね。プラス、しっかりします。はい、1個字だけは、1個字だけはっつってマイナス2で1枚引く、マイナス1を、はい、こっちを引いた、ちょっと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 ちょっ
コース確率を忘れるんですよね。そうですね。で、今プラスしちゃった。はい、やプラスして、はい、じゃあ2枚起こして、はい、終わりです。はい、じゃあ3もらって、スタートして、プロします。今、タミーとかですね、落ちるカードとかでまた動きが変わるんで、はい、で、指定が、これが死ぬと動きづらくなっちゃうので、このサムアテレビを指定します。ないんですけど、これで、だいぶ、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ動きやすくなってますね。で、まあ、先ほど拾った、戦時者として2枚目をプレイします。それで、相性が、9と8で17と、はい、これで切ります。はい。狭いで、17点払って残りが何で、はい、残りが2で、まだリブライレンジャーの探検が1回、はい、2回目、はい、これは下に落とします、はい、で、1個乗って各2回、さっき18点だったからプラス6点、24点、はい、で、無理かトレンドマイナスでリビアナを落とします。で、セットランフェリーマイナス3でさっき戻したでいいんじゃない、はい、さっき出てきたやつを落とします。で、ワンドローします。はい、で、もう一度レンジャーを落とします。で、また2回探検します。はい、これは強いレンジャーで、両方のためにまた24点、また24点、ライフが50って出るんですかね。あ、出たあなた、はい、でライフが50です。はい、プラスかマイナスで、コンビをいったら完敗しました。で、戦闘です。はい、3体がエフェキで、お2つかはい、プレイヤー、あーで、キリアの近い岩ですね、はい、失って、あ、エベリーは岩で死ぬので、あ、何があったんですか。じゃあ、こっちの2体を、こちらに行くじゃあ、それはい、大丈夫です、はい、じゃあ、何もないんで、こいつが死んで、エリーが死んで、ゼンビーが死んで、はい、この状況をまくるためには多分何かしらの道具が絶対必要になってくると思うんですよね。で、まあ、これが落ちなければこの状況は得られないでしょう、ね、というわけであえて起動せずに反応返します、はい、状況次第やから何とも言えないんですけど、デッドフェニックスとかだとアーセットも使わないって結構言われていますけど、火力で落ちるでしょっていうのは夏まで落ちますからね。無理ですね。はい、失礼しました。はい、これが、はい。チェックします。あ、これがあるので、キープです。まあ、見ての通り土地が1枚しかないので、まあ、あんま考えることなく間に合わせます。6枚に、はい、6枚ですね。こちら何か、まあ、あんまり強くはないんですけれども、まあ、土地があるし色も出るということで、まあ、これをキープしていきます。じゃあ、スクライ、はい、はい、スクリーンします。じゃあお願いします。はい、タッピンで終わりです。はい、お願いします。で、こちらも紙の使いでもタッピンしておしまいです。はい、動かして、ランドセットして、思考消去、はい、悲しいハンドが50、まあ50です。後々の影響力大きいですよね。はい、上に
はい、失礼。終わりです。じゃあ、ターンもらいます。はい、失礼。はい、これを受けようかなと、レンジャーの受け場が並べて、はい、次元出して終わりです。はい、入力して、セットプラまで、はい、スマートを出します。はい、マイナスしました。はい、はい、ケフェイ、終わりです。多分レンジャーお願いします。死んでしまった。とりあえずアーセットにアタックして、はい、起動したら死ぬよという状況にしました。おしまいです。おしまい。はい、色がないです。色がありません。じゃあ3番、はい、テレビに移動します。出ました。マイナスで、はい、戻りました。起動します。はい、この間どうせ起動してもすぐに何かできるわけでもないので、はい、こちらだけ置いて終わりです。はい、スッ。ここはいい。この目のテペイとか厳しいので脅迫をお願いします。うん、はい、怖っ。すごい怖い。なんで、テペリーは2枚あるし、まあ、とはいえこちらのペンローカーは別にポジでもテフィリーでも何でも触れてしまうので、これにしましょうかね。うん、もちろんもしにある、はい、プレイセットランとしておしまいです。はい、出ませんでした。ここにはマイナスしました。はい、やっとちょうまい、やっとちょうまい。死ぬカードすごい強いですね、このカードね。これを打ち消せないって書いてあるから、まあ本当下環境とかでもすごい強いですね。なんかレガシーでも使われてる。僕は否定の契約ざまいでアドサウルスコンボ決めに行ったらドビンの拒否権って言われて、あれっつって、もしかして僕パクト払ってアドサウルス持ってきたから死ぬのかってなってる。まあ実質2キル、青潮コントロールが2キル、はい、プラスして終わりです。あれ、思考消去を打たれなかった。はい、じゃあターンもらって、はい、ドローしました。はい、確かに強くいた。ドローに、じゃあ思考消去を打ちます。はい、いやー、なるほど。ドロー後にテベリーを引いてきた。あ、すごい、ね、このね、3テベリーが強いね。電気しました。はい、はい、じゃあメインに入りました。はい、君じゃあアタック。はい、かわいいな。セットなんでしょ、おしまいです。はい、上に置いたってことは土地ですね。そうですね。で、まあ、これをグラスしました。はい、で、入ってました。で、これもグラスします。はい、で、はい、終わりです。そろそろレンジャー出します。レンジャーならまだ、はい、テレビに当たるんですね、こっちの、はい、あ、じゃあ3番の方、3番の方、はい、両方できます。はい、メインで、はい、セットワンの視聴者になります。はい、あ、して5番の方がプラス、はい、で、3番の方もプラス、はい、プレミアムで、はい、で、エンドで、はい、押して終わりです。はい、で、どうぞ。うん、さすが、ゴマダテフェリーがね、奥義を余裕シャクシャクでいけてしまい、仕方がないので、ちょっと買い出してみます。ゴマダの、ゴマダの、はい、はい、で、第2メインで、こちらを置いておしまいです。で、おしまい。はい、ランパーが入って、はい、で、5番の方がプラス、はい、で、3番の方もプラス、はい、で、タップクリックして、はい、エンドに起こして終わります。はい、で、今落として戻します。はい、よ、先頭で上にアタックです。はい、2メインで、はい、置いておしまいです。
はい、お願いします。こっちもな十分やろっつってお前多分2だぞっつってよっしゃ、はい、はい、で、いや雑に使ってもいいか、雑にかな、なんだなんだ、セックラ入っていっちゃいますか、いっちゃいますか、ちょっと雑になるなんだ、うまい、あーはい、切りました、切りました、はい、で、粘土に粘土を残して終わりです。こんな弱いケアみたいな、なかなか見たことがない、ぜひとそうそう、はい、大丈夫です。何だよこれ、何だよこれ入れたやつ。はい、終わりです。効果するのかな、スペ大丈夫なので、はい、ちょっと毒を変えちゃいましょう、はい、毒を、で、効果するんですか、どうしよう、何も肉が出てこない、はい、いやー何も出てこなかった、はい、はい、はい、で、これがいいですか、自分のフェインズウォーカーに多くこじなくて、しかもこいつも欲しいで、はい、で、にしましたら一生がちょっと泣き、はい、あで、全部トランドして、はい、はい、で、はい、好きなところを持ってけっつってこれ、はい、はい、それでございました、フォローして、で、2枚を押して、はい、終わりですね、さすがにまくれるカードが1枚も入ってないすっこれ細胞の剪定ですね、剪定、はい、切ったら接着します、こちらの7枚ですね、ちょっとここ2枚がしばらく先になっちゃってちょっと心配なところではあるのと、まああと、まあ、時がこれしかないんですけれども、まあそこを埋めるのがこの何ていうかというわけでキープしていこうと思います。ちょっとこの辺が多いですけど、まあ、まあまあでもいい感じ、バランスのいい感じなんでキープします、はい、じゃあお願いします、はい、お願いします、草の石の赤タップインでおしまいです、はい、で、3年タッピングで終わります、はい、ラッカーを買ってどうしますね、この次元鏡の調べる、知るべでしたっけ、はい、結構このデッキをや支える野菜も、まあ、から2マネから、はい、まあ、僕の枝渡りでタッピングを、はい、お、落とすんですね、違うな、作島です違う、うん、いやいやいや、はい、はい、さっき電化ったようなんですね、たまたま、まずい、違う、先頭で3点、はい、はい、3点17ですね、はい、第2面で2号機、はい、すそのままたっぷりとしまいです、はい、分かりやすいなぁ、はい、して、はい、出しは、マイナスで3人キャンプをした、で、ドローしました、で、終わりです、はい、終わりです、さあ、終わって、ここは結構大事だな、ドローします、はい、うっ、ああ、かなったらよかったんですけどね、使ったけど、はい、まあ、ないので、はい、ないというか土地がないので、はい、ぐらいだけど、あー、やばい、はい、
まずいですね。まあ、というクラスもまずしっかり関係でクラス。職員、職員、職員、15。で、終わりです。終わり？終わりだって。カウンター、カウンターって。はい、じゃあ、どうします。はい、で、プロ後に、これを打ちます。これはまあ、別にいいでしょうか。で、強いしました。はい、プロ後。おぉ、こっち引かれちゃった。こっちは引いた。で、3人を。はい、して、剣を割ります。剣にしました。割りました。はい、で、もう一枚いいです。はい。で、安村さん。はい。で、上の。で、こうやって投げて、こちら辺りをプレイし、緑マナーを出せるかどうかで判断するのが、そうですね。で、いらっしゃいます。はい。お前っつって。またお前かっつって。で、A は昭和前まで起きました。はい。はい、おしまいです。割合でライブレースになると、ここに足りるまでの合図が何もできるか。そうですね。ライブをして、セットラーをして、プラスして、はい。もし弓ある曲にしましたら、セットラーをして、はい、はい、おしまいです。まあ、クリハウス。プラス。はい。トランド、お、これはリリアナ、リリアナ、はい、リリアナもプラス、なるほど、これで終わりです、はい、はい、ちょっと難しいが、まあ、大チャンスですね、はい、じゃあフルタップどうします、はい、とりあえず先頭に入るマップですね、はい、3体で、全部テベリーに来ました、はい、どこまで。マイクの対応なんだよ。はい、じゃあそのまま対決です。はい。死んで、ね、3枚引きます。はい、3。で、きっちり引っ張っていけるんだけど、するのが、で、まあ、6。はい。で、20ライフがあるので、で釣りたいところ全部釣って、で、17ですね。はい。で、17点になって、解散になって、3件が5回あるので、15点減して、18点。で、3件はここから解決していきます。はい。枝分けから順。こっち。これは、とても強いカード。とても強いカードなので、上ですね。じゃあ、こいつから先が全部上になったので、こうかな。で、ブラスカでテフェリーを破壊しました。はい。落ちました。民をプラスで、孤児を指定して、はい、で、はい、補助がありましたということで手札に入ります、はい、で、ターン終了終わり、はい、セットトランドで、はい、ここをスピッカリで、はい、削っていく、じゃあ3点ゲイン、点ゲインで、で、これ3点ゲイン、そう、5点ゲイン、はい、引けずか。引けずかな。引けずはでかいな。みんなそんな気軽に。はいはいはい。下げるけど。引けにこ引き。はいはい。マイナス。はい。強くない。はい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 。はい。で、プラスして、はい、そのままやるか。です。はい。はい。で、はい。よろしく。まずは、神を落ちて一番嬉しいスペル。そして、脅迫にします。はい。ちょうど、1マナ。
まだないですね。はい、よいしょ、あげとくか、はい、で、横を落ちて、で、ターゲットが、ブラスターですね、ブラスターをサイザーをかけまして、4つ増えて、食マナーを出して、ブラスターの能力を使いました。で、1点ゲインしてドローをかけます。パンパンだからな。いやパンパンだけど、これは別にどうでもいい。まあそうですね、丁寧に行きましょう。はい、で終わり。何ではなかったんですか。はい、ですよ。はい、おまなてフェリー、おはようございます。おまなてフェリーで、ここまで行って、これで動画を始めるのに動画でランプでいきます。はい、こちらしますね。これはちょっとやらかしてしまったりして、で、戦闘で、ブラスター、はい、じゃあブラスター、はい、に点が入って、残りブラスターの中で方向、はい、で、終わりです。はい、まるで脅迫は脅迫を抜くべきだった。そうね。ね、まあ、いい。戦術種の指揮が。あ、やべ、民を割るからどうでもええやん。民を抜けれるやんっていう話でしたね。はい、どうです。で、どうでしょうか。はい。うん、まあ、お花を出して、はい、バスで、例えばしました。で、どうでしょうか。はい。あ、引いちゃったかーっつって引いたのか。バシーズ、はい、レンズ中に引きをプレイします。ターゲットがもうなんかめちゃくちゃできるぞっつって、はい、これ2位まで1回落ちます。これ2になって、はい、レンジャーの探検が唯一1回で、はい、これタミオさんですね、知ってるんだっつって、レンジしました。はい、で、最後でもう1本ずで、ここは4で、4回で12点、うん、12回か14点、ちょっと少ないです。で、リリアナはプラスします。ドミオ、はい、で、パミオはマイナス3してもう一度、はい、で、パッとインして、はい、これで終了です。はい、何ですか、起きたか、まあ、まだ何かが起きたら全然あるな、何か起きないかな。ポジはミラクルを起こしうるんですが、まあポジでも一応奥義に届かないんですよね。奥義に届かなくて、なんとなく感じがします。はい、大丈夫です。はい、ちょっとすみません。悪気でもせずにミスを引きでカバーしていく、うん、マジックプレイヤーの鏡と思う人しょうがないですね。これこのまま終わり。で、神をプラスにします。はい、で、指定は脅迫。はい、指定は脅迫。はい、で、プレイマスにしました。はい、で、ブラスかプラスします。はい、ゾンビをプレイマスします。はい、で、1点ゲインして、バンドルをして、ミリアナの能力で、で、ステラの3番のセットで、まあ、僕で狙われる3番取り入れていきます。だから3、6、6で12点分12点、はい、で、一応スタックで、はい、バウンス、はい、今、バウンス、バウンス、バウンス、はい、で、解決でいいですか。はい、はい、じゃあ、合わせると、はい、で、
て、はい、残りが12点払うの残りが3、はい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 、テレビを癒しました。ゾンビを戻します。はい。ドロー。じゃあ、激穴をプラスしましょう。なんで使ってない？使ってない。いや、俺、そのワンチャン補充があると思ってたんで、まだ使ってないです。あ、そう。激穴は迷ったんですね。はい。スカードしていきたい。ね。使ったらどこかかる。10枚あるんで、あと3枚使ってる。はい。ナイス、はい、いやー、この関係1個見合わせとくだけで、なんか5だったろうな、キリアの近いのもいけないんだけど、なぁ、せっこつにね、しょうがないな、はい、見合わせに来ましたで、テンポ1体出て、4体出して4点、はい、で、いきます6体死んだんで、なんとかリサルトしかなきゃいけないんですよね。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。